はい、今回はグラトニルのね、運一の集会なんですけど、まあ楽しくやるのが前提なんで、面白いキャラ連れていこうということで、ヘパイストス連れていきたいと思います。友情がね、強いんで、やってて楽しいっていうのが一番なんでね、集会もね、飽きちゃうんでどうせ。なんで、これで、ドンって倒していく感じで。ウォールセット、トライデントレーザー。これを活かしながら、しっかり倒していく感じで。面白いんでね、やっぱ友情強いキャラつけていくのはやっぱ面白いよね。まあこれ当然レベル5の状態なんですけど、殴りもね、実際その弱点キラー M とダウンポジションキラー L があるんで強いんでね、ただ重力がないってだけで、それだけなんで、こっからどうしようかこっからどうしようかって感じになってしまった。いやー、どうしようもないな、どうしようもない。友情だけで倒したいんでね、本当はね、友情だけでね倒したかったけどね。これやばいよ、次も。はい、危な、今の何してんの。じゃあアビロクラットしかも、うわこれダメだな、ダメだぞ、よっ、ダメだぞ。超見てるだけでもね、意外と今みたいに倒せるんだよ。うわ、これダメだぞ。よし、いいとこ行った。いいとこ行った。いいとこ行ったんじゃない？それは。それは凄まじくいいとこ行ったんじゃない？よし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 。さすが、強い友情。さあ、そして、入り方最悪やね。あー、弱点そっちならもう、ちょっと、一発食らわしとく。友情。ふぅー、いいね。楽しいわ、それは。これね、ちゃんと窮地をつけていくと楽になるんで。もうね、ひゅーちょっと、カチリン倒したいけど。いい加減。もう無理やね。カチリン倒せんならもうこいつ倒してしまうか、先に。はい。カチリンは倒せん。倒せんことが判明したわ。さすがに。あ、ゆっくり出たし、ちょっと、ぶち当てていきたいけどな。はい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 。いや、なるべくね、SS とかここら辺で使いたくないんで、もう、ちょこちょこ削っていこう。オッケーオッケーオッケー。次、左下にぶちかましたいけど、うわぁ、これ。きちいな、当たってんな。いけるかな、これで。オッケー、倒したー。くそ、ビットも壊れかけたんやけどな。で、友情ぶち当ててって。お、ここは殴っていこう、じゃあ、おとなしく。あー、次、殴り、やっぱ、別ゲーになるな、レベル5のあれになると。全然別ゲやっぱね、料理レベル上げてから収穫するのが一番いいよ。うわぁ、どうしよう。使っていくもん。どんなミスしたそれ。もうパツク使っていこう、パツク。うん、パック使おう。さすがに。どうしようもないな。届かんような気もするし、オールセットは。あ、全然当たってねえ、オールセット。これも重力をなくしに行って、あわよくば下とかやっつけてくれればって感じだったけど、打ち方が下手くそなんでね、とりあえず。とりあえず打ち方が下手なんで、それは望めなかったという感じ。やばいやばい、地雷がやばい。地雷に耐えれない。これは地雷に耐えれないぞ。しっかり回復しないと。はい。やばい。2発はちょっといけないんでね。さすがに回収していこう。はい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 。もうとりあえず回収だけして。とりあえず回収して。弱点キラーかまして、殴っていく。
これがいいよ一番。おー強ー、ちょっとつけすぎたね、下手くそマジで。でこれでしっかり集まれるんでね、やっぱ仲良くね楽しく集まってくれた方がいいんで、それでこう、いや楽しい集会がってなった方がいいもんな。ということでヘバイストス使っていきました。じゃあ